こちらいただきます。レッテル冬のうまくっちさんですね、これ。あ、結構前にゲットしたんですけどね、これ。あ、ようやく飲めますね。多分もう 2,3 週間ぐらいゲットしてから経ってますね。あ、もう冬ですね。もう秋も終わってちょっと冬ですけど。あ、いいね、冬限定って書いてますね。イエーイ。じゃあ乾杯でーす。おいしい。あー、キュピーンって感じだね。おいしい。クリアアサヒです。このジャケットがすごいよね。春夏秋冬ありませんこれね。え、原酒仕立てだそうです。アルコール 5%。 これすごいよね。春はさ、なんだっけ、桜でしたっけ、桜柄で、夏が青空でしたっけ、で秋になるともみじ柄みたいな、で冬になるとこの雪模様みたいな。素晴らしいですね、ちょっと。うん、ジャケ買い大好きな私にはちょっと持ってこいのあれですね。ちょっと今日ねマックとあれの行ってきたんですけど、マックとケンタさんに、新商品ですね、本日発売の、いただいてきます。おー、いい匂い。ファーストフードのすごいね、匂いが漂ってます。行ってきたんですけど、おーしょ、11月25日に発売のもすごいね。あ、ちょっとぐしゃってなってる。これまずね、あの 30% オフでした。これチキンナゲット15ピース。イエーイ。お得ですね。で、これが、なんかソースがね、2種類。てか3つソース選べたんですけど、これね、伊勢エビとベニズワイガニソースとトリュフ香るパルメザン。これ本日発売だそうです。こちら2種類のソースをね、味わっていきたいと思います。で、これね、なんか美味しそうだったからこっちに行こうかってきましたね、このズワイガニソースの方。すごいよね、伊勢エビと紅ズワイガニソースって贅沢。まずちょっとナゲッツからね、ナゲッツからいただきますね。うん、よいしょ。すごいね、最後にこれ食べたのあれかな、なんか辛いさ、辛いソース入れた時に食べました。あー、なんかすごい贅沢。エビとカニってすごいね。伊勢エビとベニズワイガニって、エビとカニってすごいな。いただきます、ディップして。おー、おー、いいね。へーい、いただきます。うん、おいしい、初めて食べる味。うまみ成分ギュッて感じなんだよ。マジうまみ成分ギュッて感じ。うまい。奥さんいけますぜ、この味。あー、キンキンのクリアサヒもいいっすね、これ。たまんねーっつって。うん、うん、確かにエビとカニの味が混在してますね。うん、あ、もう目をつぶるとカニとエビが踊ってますね、舌の上で。うん、あー、素晴らしいですね、これ。カニの方がちょっと強いかな、味。うん、どちらかって言ったらカニの方がちょっと、カニの味の方が強い感じがしますね。うまい。うー、じゃあ今度こっち行ってみますかね。トリュフ香るパルメザンチーズソース。トリュフね、食べた時ないっていう話もこの間の動画でしてたんですけどね。あー、チーズや、チーズや。この間あのワイン飲みした時のね、あのチーズがね、まだ結構残ってるんですけど、最近なんかなんやかんやチーズばっかり食べてますね。へーい、ディープ。おー、よっこいしょういちね、よっこいしょういちさん、いただきます。
なめらかなめらかクリーミー、おいしい。このチーズソースもわかるな、結構マヨネーズぐらいの硬さだね、マヨぐらいの硬さ、おいしいわ。もうチーズ、チーズ 380% って感じ。うわすごい、ナゲッツとチーズ合いますね。ナゲッツとチーズ多分初めて食べたかも、一緒に。おいしい、合うね、合いますね。これワンちゃんさ、ポテトとかにつけても美味しそうだね。このソースポテトとかにつけても美味しそう。うわあ、濃厚、これチーズ好きにはたまんねえぜ。やべえ。うまっ。香りはね、そこまでなんかチーズ臭くないんですけど、口の中に入れるとすごい濃厚ですよ、これ。うん、うわあ、くるねー、くるー。ぐいぐい来てます。ぐいぐい来てます、ぐいぐい来てます、ぐいぐい来てますよー。マジチーズがぐいぐい来てる。おいしい。私の住んでる方でね、あの辛だぶちってやつですかね、チーズがなんかオレンジっつうか赤いチーズでさ、チーズが辛いやつ、あれも食べたかったんだけどもね、あの完売しましたみたいな、どこの店舗行ってももう販売終了ですみたいな。普通のダブチとかは売ってるんですけど、その辛ダブチだけもうね品切れで、で友達とかもいや食えなかったよねみたいな話してて、そうそう、でもね、いやもう発売当初っつうかさ、速攻買いに行った人たち、あ、食べましたみたいな、めっちゃなんか程よい辛さで美味しかったですとか、うん、ゲットして食べれた人もいるみたいですけど、足の周りでね。だからこうさ、あ、食べたいって思ったら、もう速攻買いに行くのがいいなと思って。うん、あれもうね、未だにもう食べれてないですもんね、辛だぶちさん。食いたかったーと思って。うん、だからね、もうこう、新商品も、あ、出たってなったらもうね、すぐもうね、好きあらば速攻買いに行こうって心に決めましたね。あれ、体ぶち食いたかったわ、やる。いや、もうね、そうそうそう。あれ食べたかったよね、とか友達とかとも話してさ。で、今度これね、ずっと、これも本日発売ね。これ、今度 KFC さん、ね、これ本日発売の、これトマトタルタルいうやつですね。あ、すごいね、なんか。足潰したわけじゃないんだけど、なんでこんな形状になったんですかね。その場でこう作ってくれたんですけど、すごいね、ガンガンギギン銀ガマーみたいな感じになってますけど、トマトタルタルちゃんいただきますよ。わーすごいな、顎外れるやつだよこれ。あわあわ、レタスの厚みがすごいねこれ。レタス幅利かせとんないでね。おいしい。あ、このトマトソースもおいしいね。マックバーサス KFC っていう感じなんですけど。おいしいねこのソース。ケンタッキーサマーの商品展開目まぐるしいですよね。結構この、あ、トマトソース美味しい。サンドとかも次々にいろんなサンド出てきますよね。あ、顎関節症気味な私にとってはちょっとコクがあるですね、これ。あの、暑さ。あ、あの、こう、私ね、こう、まさにこう、あーって、あーってやると、ここがゴギゴギって言うんですよ。で、結構昔ね、学生の時にね、あの、歯医者さんに、あの、医者、点検来るじゃないですか、あの、点検って言ったら、あの、歯医者の検診みたいなんで、あの、口開けてみてください、とかって言ってから、あら、ちょっと、あなたこれなるね、みたいな。
歯医者さんにね昔指摘されたんですよ、あの同じ方向でばっかり寝ないでねみたいな感じで言われて、うん、なんかね骨格がやっぱりおかしいらしいですねみたいな、顎関節症気味だからちょっとね変わってるね、ガギガギって音がするんですよ、うん、あちょっと待って穴開いてんだけどこれやばくない、ちょっとソースが見てちょっとソースちゃんが張り切りすぎて、これパンティー破れちゃったみたいなおソースちゃんが破れちゃってパンティーが、ちょこっち行きますね、この麦とホップでれってね、ビターホップ西の苦みと深みなんかこれ作文みたいになってる作文みたいになってるこれもう全部今飲みましたんでね、ちょっと同じジョッキですいませんですけど、うーんすごいね、こちらも限定醸造となっておりますね、今夜のナンバー、今夜のナンバーつか、あの絶賛昼飲み中なんですけどね、絶賛昼飲み中なんですけど、すごいね、これ 6% ですね、こちらは 6%、 このなんか缶の色いいね、この緑の金分みたいな色素敵ですねイエーイ、札幌さんのね、こちらもいただきます、大麦バッグが、大麦スピリッツを使用した麦 100% の商品ですって、イエーイ、さあじゃあ乾杯あーあー夏休みからの、あー冬休み、もうそろそろ冬休みですね、なんかこっちの方がビターホップ、ビターホップだけどなんかねこっちよりもなんかあの甘い気がするあの麦の甘みかな、麦の甘みなんですかね、ビターホップとか言ってるように こっちよりもちょっとね甘い、やっぱりうん若干ビター&スイートって感じですね、うん、まあ、苦いんだけど甘い、甘いからの苦い、苦いからの甘いみたいな、ヨチギラッチョって感じです、これパンティーライナーがちょっとね破けちゃったからあれなんですけど、ちょっと続行して食べたいと思いますそんなの関係ね、おっぱっぴーでちょっとこれマックちゃんの紙ナプキンを使って、マックちゃんの紙ナプキンを使っていただきます、うーん、タルタルが上に来てんなの、これタルタルが上に来てて、これ止まってる、すみません、なんかぐちゃぐちゃでぐちゃぐちゃな感じ、絵面になってるけど、上がタルタルで下にトマトソースがあるね、うん、あ、おいしい、なんかねこのトマトソースもなんかピリッと辛いよ、うん、うん、ケンタッキーのお肉もおいしい、ケンタッキーのお肉も美味しいですよ、ケンタッキーさん、カーネルサンダーさん、カーネルサンダーさん美味しいですよね、あの天国にいる、天国にいるカーネルサンダーさんに向けてね、ありがとうございます、こんな美味しいチキンを作っていただいて、カーネルサンダーさんに、はい乾杯あの天を仰ぎたくなるほどの美味しさですね、これね、うーん、あーからのね、あーこれちょっと苦いね、あれこっちずっとこっちだけ飲んでるとすごい苦味が効いてきますね、うーん、おう俺は生まれは USA みたいなね、アメリカ生まれヒップホップ育ちみたいな感じの、アメリカンな感じだね、いいね、バーガーにねビールをかっくらってみたいな、すごい、だからソースがこれ、すごいね。おソースちゃんが。おいしい。結構でもね、トマトソースの存在感が強くて、タルタルちゃんがね、すごい。ゲンゲラゲンにさりげない感じで、これ、うん、合うね、でもタルタルソースとトマトソース相性ぴったりですね、あー美味しい、
あとね、これ Yo, yo, hey, yo スマママママママのうち、はい、ママママスマママママのうち、イエーイ。私、初代の借金すごい好きだった。あの小島あやめちゃんが出てた時の借金一番好きなんですけど、あのすごい結構ダンスとかすごい上手いさ、あの借金に出てたあの、うん、あの子結構なんとかなんとかイエーみたいな、朝からもう7時ぐらいから借金始まるんですけど、あれ大好きでしたね、あのうーん、初代借金昔懐かしい。スモモスは駄菓子風いきますね、これへーい。これチューハイも挟んどこっていうことで、へーい、チューハイも挟んでいきます。あら、ちょっとマイメロちゃんと色が同化してますね、これ。あ、いい色っ子。あら、いい色っ子です。ラブドッキュン乾杯です。うん。あ、すごい。匂いがする。おいにいが。すももちゃんのおいにいがしますね。お子様の手の届くところに置かないでください、だって。え、めっちゃ厳重やん。どないしたん、これ。アルコール 5%。駄菓子、あ、駄菓子風だから、あの、子供が間違って飲まないようにって感じかな。すごい厳重だよ。なかなかこんな注意が消してる、あれ、チューハイないけど、この駄菓子風って書いてるから、あー、かわいいみたいな。チュー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 みたいな。で、飲んで、パーみたいな。ピー、それダメっつってね。それダメっつって。あ、それでこんな注意が消してるんですかね。あ、すごい、60カロリーだってやばいね。100、これすごい高カロリーだね。100ml あたり60カロリーだそうですよ。炭水化物 7.2 ぐらい。え、でも味美味しいよ、結構。醸造アルコール、食塩、カート、ブドウとなんとかって書いてますけど。昔懐かしいスモモサートは駄菓子屋などで販売されているスモモ漬けの味を再現したお酒です。学校帰りの道草駄菓子屋での買い食い、ロジルアの遊びなど子供の頃の懐かしい思い出に浸りながらお召し上がりくださいだってよ。やばくない？教授。教授か博士か知らんけど、ちょっと。え？ちょっと、なんか思い出に浸りながらお召し上がってくださいってド S 発言出てますけど、ここで。教授の縛り入りましたけど。あ、でも美味しいよ。なんかそんな酸っぱすぎないし甘すぎないしって感じ。美味しい美味しい。思い出話したりますか。思い出話やのライブ配信でやりたいですね。いや、ライブ配信でやりましょう、皆さん。思い出話やね。ライブ配信でやりましょうね。また会いましょう。また会いましょう。駄菓子屋での思い出話一つ言うのであれば、私の一番やっぱり強烈だった駄菓子屋の店員のばあちゃんは、50円のことをコチュー円って言うんですよね。それもなんか、あの当時ね、こういうスマホとかこういう配信とかも何もない時代でしたから、動画撮影でも何もできなかったんですけど、今だったら、あの普通にカメラさん、あの撮影許可取ってすいませんっつって、配信でずっとね、あの撮影させてもらってもいいですかって言ってさ、そこのね、駄菓子屋のおばちゃん、あの映して皆さんに配信とかしたいんですけど、そんぐらいキャラ強いっていうかさ、あのこう分かんないじゃん、あの駄菓子屋ってなんかこう値段表記されてないじゃないですか、こうなんかこうくじ引くのとかでも、あとあの、きなこ餅のね、きなこ餅をこう引っ張って、なんか、なんだっけ、あみだくじみたいになってたのかな、ちょっとよう、その記憶曖昧だけど、なんかとりあえず値段表記されてないのとかあって、え、これいくらですか？いくらですかって聞くと、50円って。もうそれ、友達とか、お姉ちゃんとか、みんな、
ゲラゲラつぼそれで、え、でもね、さすがに子供だったけど、その場では笑わないんですよ。笑いをこらえるのね、やっぱり。うん。で、内心、あ、なんか、もうクスクスじゃないけど、もう目合わせて、ちょっとやばくないみたいな、アイコンタクトは取るんだけど、その友達とか、その姉ちゃんとかさ。そうそう、やべえ、これ、なんかもうね、それが一番駄菓子やってたら、うん。インパクト大の店員さんは、そういう方ですよね。うん。いくらですかって言って、50円なんですよ、だから。50円っていうのを、あ、50円ですよって言えばいいじゃん。あ、50円です。50円いや、これね、ちょっと実際聞かないと分かんないし、その時、今、大人になってから別にそこまで受けないんだけど、その当時のうちらにはすんごいツボで、もうその店出た瞬間、うえみたいな。え、ちょっと聞いてみたいな。え、聞いた、みたいなさ。いやでもさ、そこでさ、あの、笑わなかったうちらもすごいなって思ったんだけど。うん。その場でやっぱり失礼に当たりますからね、ちょっと。うん、ちょっとこらえ、笑いこらえて、でも受ける、何この発音みたいな。思って、でも見せた瞬間、やばい、こっち、もう涙ぶったらして笑ってましたね。で、もうそっから、もう、え、ちょっと湖中園行こう、みたいな。うん、え、ちょっとどこ行くみたいな。遊びに行くときに。え、ちょっとどこ行くえ、もうこっち上行こうぜみたいな。あ、じゃあこっち上行ってから、どこどこ行って、とかつって。やーべえから、マジ。いやー、みんなね、お聞かせしたかった。でももうね、私、中学生に上がったぐらいからもう、その、駄菓子屋さんもう閉店しちゃってね。閉店つうか。シャッター閉まるようになって、やっぱり、もう結構な、ご年配の方でしたからね。多分、私たち小学校とかでしょ。だから、まだ、ね、一桁台でしょ。7歳、8歳とか。一桁台の時に、もう、6、70歳ぐらいのおばあちゃんでしたからね。さっと見。ですので、だから中学校とかになるともう80とかそんぐらいって、まあ、やっぱお店もきつくなってきたのかなって感じですけど。みたいな、やっぱ中学校とかに行ってさ、ちょっと混ぜてくるやん。その店の前とか通ってさ、そのダチとか、ちょっと、みたいな、ずっと、もうここ閉まったのみたいな。で、そっか、シャッター閉まってからもうね、ずーっともう開くことはなかったんでね。そう、幻、あのね、ちょっと名前も覚えてるんですけど、うん。ちょっと今言えないですけど、うん。そうそうそう。名前まででも覚えてる。うん。名前まで覚えて、その店の。こっちで本当にやばかったですよ。あ、すいません、話長くなりました。ということで、あの、ゆっくりちょっとね、飲んで食べていきたいと思います。ではまたー。